オプス -11 は三菱電機製の二次元レーダー、海上自衛隊の護衛艦に対空捜索レーダーとして搭載されており、この用途としては日本が第二次世界大戦後初めて独自に開発した機種となる。なお本機を含めた海上自衛隊の電子機器の型番はアメリカ軍の軍用電子機器の命名規則に概ね基づいているが、一文字目のみは米軍式では S が付けられるべきところを、お船ないし、関西用をもじった、王とされている。本機の場合は、水上船舶搭載のレーダー、探知用、距離方位測定用、捜索用ということになる。背面からの写真、試作電探以来のレーダー開発にあたっては、若葉用として、アメリカ合衆国からの供与が予定されていた案、SPS-40 をモデルとする計画であったが、 原品の供与が遅れたため、結局実際の開発の多くは日本側が独自に行った。このため当初は、アン、SPS-40 から海上自衛隊ではすでに国産の対空捜索用レーダーとして、オプシマイナス1にを有していたが、これらはアメリカ製のアン、SPS-6 をとにした事実上の海賊版であったことから、自国開発の対空捜索用レーダーとしては、 本機種が1005発となる。当初アンテナ形状は、原型機である案、SPS-40 と同様のパラボラアンテナとされる計画であった。しかし、搭載艦として予定されていた山雲型の設計上、SPS-40 のアンテナでは、同型艦が並列係留した場合に、アンテナ同士が接触することが判明したことから、横幅圧縮のため格子状の枠に、ヤギ式。 ダイポールアレイを多数面上に配置した特徴的な形状に変更された敵味方識別装置のアンテナはその上部に取り付けられている。使用周波数は SPS-40 と同様に極超短波と考えられている。OPS-11、11バイト、11C の3つのバリエーションがあり、11バイトは増幅器を追加して出力の増強を図ったもの。 11C は11バイトを元にソリッドステート化するとともに移動目標指示技術を導入してクラッター抑圧性能を強化したものである L バンドを使用する新型の OPS-14 よりも超波長で到達性に優れることから OPS-14 が登場した後もターターシステム搭載ミサイル護衛艦に搭載されて3次元レーダーを保管しているありがとうございます